たが、財政難などを理由に維持できない、またはこのままでは運営を維持できないと答えました。民間シェルターの実情を取材しました。東北地方にある民間シェルターです。被害者保護のため所在地は明らかにしていません。このシェルターは設立した際に県から50万円の補助が出ました。その後は自治体の要請で受け入れた場合に被害者1人当たり1日7650円の委託費が支給されているだけです。直接駆け込んでくる被害者や警察からの紹介も多いため、このシェルターでは寄付金を募ったり講演会を開いたりしてシェルターの運営費に充てています。それでも運営費は足りず、このままでは維持できないと考えています。維持できないと考えています。否定消滅っていうかね、そういう感じにはしたくはないんですけれど、このままではそういう方かなって。民間シェルターへの支援の仕組みです。自治体の要請で受け入れた場合に支給される委託費以外にも団体の運営費用を支援するための国の制度が設けられています。この制度を利用する場合は自治体側も半額を負担して民間シェルターに助成金が支払われます。一方、自治体側が負担しないと決めた場合は国からも交付されず、自治体によって対応に差が出ています。例えばある自治体では家賃や人件費、光熱費などを助成の対象としていますが、別の自治体では家賃のみ、さらに全く助成していないところもあります。関東地方にある NPO 法人です。12年前から民間シェルターを運営してきましたが、今年3月シェルターを閉鎖しました。現在はストーカーや DV などの被害者の電話相談のみを行っています。 NPO の代表が個人的に運営費を負担して続けてきたこの団体、県にも助成を求めましたが、県は民間シェルターを支援